皆様こんにちは。こんにちは。おにぎり屋のオープンがついに明日に迫りました。おお、明日。もう一回やっていいですか。よし、お、いいですね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 。皆さん、この手つきからも分かるようにですね、おにぎり屋のオープンがなんと明日に迫りました。明日だ。明日です、明日。楽しみ。石川県能登地方ですくすくと育ったとびきりおいしい村井米を使ったとびきりおいしいおにぎり屋さんでございます。新宿丸井本館1階、10月の5日から10月の15日までの10日間開催となるのですが、なんとその10月5日月曜日、初日イベントございます。おですね、私がだいたい昼間ぐらいまでいます。お、嘘だ、13時までいます。もしかしたら13時半までいます。そこサービス精神で、はい、はい、で以前から動画でも上がってるように、あの美味しいと評判の塩むすびを先着100名様11時からお配りいたします。すごいプレゼント。はい、丸井は11時オープンでございますので、11時からです。どうぞ新宿の方、あの丸井の1階にお越しください。おそらくここに並んでくださいねみたいな場所ができると思うので、100名様以内であれば、もちろんあのもらうだけでもいいのかな、なんか買っていただきたいんですけどね、具が入ったものもセットで買っていただきたいんですけれども、至高の塩むすびをゲットされてください。あ、でも美味しい。あれ、ぜひともお並びください。私オープン前からずっと中でいろいろやってます、味、いろんな味があるんですけれども、オーダーしました、本日伊沢よ、持ってこい。すげえ、めっちゃ、どうぞ。おお、なんだその出し方は。こちらでございます。こちら、あのパッケージがですね、前回よりもあ、ちょっとブラッシュアップされました。本当だ、これ製品版ですね。実際本当はもうちょっとプラパッケージでしっかりとした、なんと、さらにもう一段階レベルが上がると。すげえ。で、これをですね、前回もたくさんの人でワイワイ食べたんですけど、あの動画でももうちらっとほら出だしている新人にもせっかくなんで食べていただきたいなと思いました。まあ、新人といってももう立派な人たちなんですけども、もうベテランさん、どうぞお呼びいたしましょう。どうぞどうぞ。どうもハラミと2代版、何その入り方、どうも芸人みたいな入り方、何その入り方、どうもです。どうも、あ、どうぞ座っていただいて、椅子どうぞ、椅子どうぞ。で、私今日このためにあのお昼ご飯まだ食べてませんので、いただきます。いただきます。何食べたいですか。味がですね、塩味、おかかまぶし、ゴーゴーカレー結びのとんかつが入ってるバージョンと、唐揚げが入ってるバージョンの甘口辛口、ツナマヨ、梅、しそ昆布、しそ昆布、塩を半分半分してほしい。塩すか、わけわけして、わけわけして、塩、これが評判ですもん。先着100名様に無料でプレゼントされる。一般販売もありますよ。あ、もちろん一般販売もあるので、プレゼントでもらえなくても全然買えます。ただね、多分一番美味しいと思う。まあその時ね、なくなっちゃったらね、困るんで。まあそうだね、まあその時はまあ案内します。私はね、もう塩結びいただいてますんで、私おかかまぶし行きたいな。しそ昆布食べたかった。いただきます。いただきます。うわおこれはこれはロースが食べたくなりますね。ハラミじゃねえ、ロースが食べたくなりますよ。ロースに合う米ですね、これは。ハラミにはちょっと。いただきます。え、これこれこれ、いや、美味しい、これ美味しいです。あ、おかかまぶし、うまい、すごい美味しいです、これ美味しいです、うまい、おかかまぶし、あ、しそ昆布美味しい、しその風味がしてる昆布だ。しそが入ってるわけじゃない、ただめっちゃしその香りする、私昆布のおにぎり好きだよ。めっちゃ美味しいですよ、これ。まさかそこにしそがコンビネーション。私、しそ好きなんですよ。昆布買いますよね、大体。なんか見たことある。あれ、しそもないんじゃないか、ね、あった、ね、紅鮭何個かいただこうかなと思ってますんで。あとあれなんですよ、今伊沢が食べたと思ってくると思いますけど、あのアップバンクスターで村井米、贈答用の非常に高級な金の箱に入ったものをもう販売開始させていただいておりますけれども、うちのあの伊沢商店、の方で3キロセットめっちゃぎっしり入ってる、家庭用の3キロセットができました。こんなパッケージでお届けになります。おー、上品。ちょっと光りすぎ、かなり上品なパッケージでお届けさせていただきます。なんか完全に俺商店になります。なんかこれイメージしてた、ね、
肩に担いでそう、うん、あちょっとちっちゃいけど、うん、ちょっとちっちゃいちょっとちっちゃい、うん、これかなり美味しいです。ぜひぜひ購入は概要欄のリンクから。まだ慣れてないと、慣れてないと、なんともいいじゃん。カメラ目の前にして食べる経験とかあんまないっすね。なんもないっすね。初めてですね。喉、はい、通らない。食べてるのに自分に注目あ、なんか集まるの食べにくいですよね。ただでも本当に美味しい。本当に美味しい。これでも本当に塩むすびをまずこねていただきたいですね。そうですね。ないのにしっかり味が。最近人が握ったおにぎり食べれないっていう人多いじゃないですか。え？いや結構いるんですよ。人が握ったから食べたくない。ああ、なんかあの食べたくない潔癖症みたいな。そう、潔癖症みたいな。でももうこういう美味しいお米だったらもうそんなこと言ってらんない。もうバクバクいっちゃいますもんね。おそらくこれ機械ですよね。いや機械ではないです。え？あの手袋はちゃんとやってますよ。もちろん。人が握ってんの？あの型が、木の型があってそこにお米を手で入れて最後こうやって。おお、最後形は整えます。シュッシュッと。へえ、すげえ。あのね、機械でやっちゃうとお米のほぐれ、ほぐれ、うん、ちょっと大変なんですけど、うんうん、どうですか、そんなに詰まってる感じしない、うんうん、なんか綺麗にほぐれますよ、うん、そこなんです。お母さんが作ったやつとかちょうどいいなんか握り方でね、美味しいですもん ね、 そうですね。ゴーゴーカレー結び、唐揚げ、それどうなってるんですか。え、中の中にキャベツとか、はい、キャベツ見えますよね、はい、唐揚げとキャベツとそのカレーが中に入ってるんです。キャベツもちゃんと入ってる。ちょっとごめんなさいね。こんな感じに。あ、これカラーが入ってるんですね、キャベツが。ゴーゴーマックスカレーの味がとてもします。今まで鮭って食べたいか食べましたっけ。鮭食べてないです、まだ。じゃあ鮭、実は前回の全商品紹介の鮭だけなんかなかった。あ、そうなんですか。だから知るって何も言ってない。初めて見たなと思って。どうぞ、いいっすか、ご賞味ください。じゃあ鮭いただきます。なんか、あ、まだ食べてる、まだ食べてる。おにぎり大好きなんですよ。私も大好きなんです。おにぎり美味しいっす、はい、10月5日、皆さん朝11時、本当に来てください。私は握ってはいないですけど、あのプレゼント配布、私レジのところでしますんで。なんかどんな感じ。ぜひとも割って、割った方がいい。割った方が見やすいかもね。ですかね。一回割ってもらった方がいい。結構ぎっしり入ってますよね。ほら、ちょっと反射で見えない。光ってて見えないな、今日、うん、ちょっと待って。昆布もすごいぎっしり入ったし、昆布の切り方って結構細かいんですよ。今回、こんないいお米作らさせてもらったじゃないですか、うん、あのお水の硬度って、わかるわかる。軟水硬水とか言うじゃないですか。ボルビックとか、そう、あとクリスタルカイザーじゃないや、なんだ、クリスタルカイザーもある、うんうん、あるんですけど、日本って結構その軟水の幅が広くて、うん、日本の水だったら何でもうまいかって。そうじゃない。皆さん、あのこれも概要欄載せておきますけど、美味しいお米の炊き方公開しております。ちなみに高度30ぐらい。え、それは硬水か軟水やと。軟水軟水軟水ですね。全然ね、味が変わる。うーん、鮭めっちゃ美味しい。私、前回も食べたんですけど、今回もツナマヨに手を出してしまった。あー、そう。すいません。あ、梅いただきます。どうぞどうぞ。梅も、でもシンプルだから、うん、分かりやすいですよ ね、 ね。私はですね、このおにぎりを会社に発注してまで、うんうん、なんでこのカメラを回してるか、うん、別にみんなにおにぎりを振る舞いたかったわけじゃないんですよ。10月5日月曜日のオープン以降、毎日新宿の皆様に丸いに1階に15日までのこの期間限定のこのおにぎり屋さんに、15日まで結構短いですね、来てほしいと思って今カメラ回してるんですよ、うん、ぜひお願いします。おにぎりもね、無人蔵に出てくるわけじゃないですか、うん、はい。人気のね、これだけの種類ありますけれども、うん、なくなっちゃったらなくなっちゃいますからね。ただ我々としてはかなりの量を準備させていただくものの、はい、ちょっと初めてやるおにぎりだな、うん、何分めちゃくちゃ初めてすぎて、何個発注したらいいかも分からないよな。分からないです。何も
なみにあの丸井ではですね、iPhone6S ケースとか、あのフィルムとかも売ってます。え？おにぎり屋さんの横？の、まあ、ゾーンにちょっとありますから。え？なんかもし iPhone6S のお持ちの方がいたら来てください。あと、一応って内店も一部。マジ？マジっす。おにぎりだけが売ってるのかと思ってた。じゃないんですよ。うん、はい、です。下までぎっちり入ってる鮭。ほんとだ、ね、鮭すげえな、うん、おすすめなんですか。梅もすごいぎっしりで、うん、だいたい何でもうまいんで好みじゃないですか。好みじゃん。ゴーゴーカレー結びのとんかついきます。とんかついきます。じゃあとんかつの辛口、辛口いきます。ロース食べてる。あ、そうですね、ロースに合うんですからね。これは合うんじゃないかな。ロースカツにぴったりなんじゃないかな。いただきます。あ、これはカルビに合いますね。待って、これはカルビに合います。おかしいでしょ。これはカルビですよ。これはなんですか、なんですか、このハラミギャグ。なんですか、ダメですか。ちなみにこの塩結びのプレゼント、うん、先着100名様はオープン日の5日、あとは10月10日土曜日の2日間やってます。土曜日も私行くんだよね。そうです。基本そのプレゼントは村井さんがお配りさせて、うん、はい、自分のカレンダー改めて確認しました。入っております。モンスト2周年のニコファールの日ですね。うん、配ってから来る。おにぎりを配ってからリハーサル行きます。10月10日そこしか空いてなかったっていう。ハードの、はい、はい、まあそんな感じですかね。そんな感じですね。10日間という短い期間ではございますが、新宿の丸井の1階で、おにぎり屋さん、オープンいたしますので、何とぞ連日何百個我々おにぎり準備しておりますけれども、皆様ぜひとも買い占めてやってください、うん、そしてですね、10月その15日に終わるわけなんですけれども、おにぎり屋はその先ほど伊沢が持っていたあの3キロの家庭用のお米だったりとか、もう概要欄に全部リンク入れておきますけれども、贈答用のそのお米だったりとかが大体それぐらいからお届けというか、そうです、皆様のご家庭に届き始めるんだよね。はい、15日前後を予定しておりますので、なのでぜひともどうぞおにぎり屋さんで楽しんでいただいて、ちょっと来れないよっていう方は15日以降あのご家庭に届いたお米を楽しんでいただいてという感じで、今年の新米満喫いただければと思います。はい、本日は以上です。ハラミ、何か言い残したことありますか。いや、新米と同時に我々新人もおー、ぜひともよろしくお願いいたします。新米、そう、新米ですから。新米ですから。新米も、はい、平成、ね、素晴らしい。お願いします。はい、お願いします。なんでそんな汗かいてるんですか。いや、もうなんか汗が、なんでそんな汗かいてる。さっき誰も拾ってくんなかったから。なんでそんな額に超汗かいてるんですか。カルビダメだったのかなってすげえ思って、もうそしたらもう汗がこんなーって出ちゃったんですよ。はい、はい、では以上です。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。